アップです。いきなりアップできるんですか？登録してないのに。登録してるじゃないですか、今自分で。誰でもできる、誰でもできるんですか。知らなかった。いや、だから絶対やった方がいいです。もうそれで万が一ですよ、万が一だからヒットしたらそれでお金になるっていうのが素晴らしくないですか。どうもアマンです。アマテレビ始まりました。本日はですね、素晴らしいゲストに来ていただきました。皆さん知ってますでしょうか。とあるドラマですね、役名で言ったらちょっと分かりませんが、噂になった名前はしゃぶ山しゃぶ子。皆さんご存知ですかね。江藤彩さんに来ていただきました。ありがとうございます。江藤彩と申します。お茶飲んでますけど、ちなみに江藤さんは一滴も飲んでなく、私はもうビールばっか飲んで、もうちょっと若干酔ってますけども。あ、ありがとうございます店員さん。すいません、ありがとうございます。しゃぶ山しゃぶ子、皆さん知ってますか。これはすごいですよ、この対談は。ありがとうございます、わざわざ出ていただいて。もう1年も前のことで、とんでもないです。皆さん忘れてると思う。いや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 、すごいですよ、あれ衝撃的でしたよ。もうみんなが聞きたいこと、おそらく検索したらすぐ出てきますから、ぜひ検索してください。僕も聞きたかったことがあるんですけど、すげえ席数で、ね、ポテトの塩が役作り、役作り、それ酔っ払ってるじゃないか。一滴も飲んでないですから飲めないらしいです。飲めると思ってたんですけど、ね、がっかりですよ、ね、がっかりではないですけど。いや、綺麗な方でね、本当に。今日何気に初めて会ったんですよね。そう、初めまして。すごい役者仲間がすごい多くてですね、一度お会いしたかったんですけど、共通の、ね、共通の、もう初めてお会いして、こうやってハマテレビを出ていただいて嬉しい感じです。ありがとうございます。僕の聞きたかったこと、いいですか。そのしゃぶ山しゃぶ子の、あの、すごい席借りてた風じゃないから。知ってます。さっきまで全く咳をしなかったんですけど、急に咳が、このお茶に何かが入ってますね、多分咳の薬が、はい、で、何怖い怖い怖い。あのキャラクターは演出でこうあったのか、ご自身で考えたのか、僕知りたかったんだ、ずっと。それちょっと難しい質問をした。難しい質問じゃない。まあ、衣装合わせの時とか、監督にはうん、うん、相談をして、うんうん、まあ、どういう感じですかねみたいなことは、まあ、質問してしましたね。で、まあ、でも結局何テイクもいろいろ撮ったから、はい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 、まあ、私の中で、まあ、なんか出てきたものを、はい、いろいろやった中で、まあ、選んでいただいたのは。これノンアルコールビールです。ノンアルコール、なるほどね。あ、じゃあ一応はちゃんとというか、まあ、あのミーティングというか作られて、ああいう状態になったってことですね。あのシーンで、じゃあ本番ってなって、たまにいらっしゃるじゃないですか、あの大御所の方でリハは全く見せないくせに急に台本と違うことし始める人。はい、まあ、リハはリハ通りっていうの。ああ、じゃあ素晴らしいですね。リハやったかね、あんまり覚えてないかな、いろいろやったけど、まあ、あの殺害シーンも歩いてくるところは監督がだいぶ向こうから、あの辺から歩いてきて、でここにいるからここで止まって、あ、じゃあ殺してっていうのを、それでも何回もやっぱりうまくねつかないんですよ。早くつきすぎちゃって、でこうやって待ってて、だから、いや、ちょっと早いって言ってねって言って、それは何回も。あ、すごい。じゃあちゃんと練習とか、まあ、リハも何とかやった上での、あの、なんかあたかもその場でやった感の演技ってやっぱすごいですね。いやいやいや、でも本当なんかすごい早くついてたり、今度もなんかゆっくり歩かないとこれ余っちゃうなと思ったから、なんかゆっくり歩いてたらなんかゾンビみたいだったとか。後からすごい皆さんの、ね、コメントが、で私も見た時に、あ、確かにこれゾンビだなと思って、私はもう全然ゾンビって感じしない、ただひたすら殺すぞ殺すぞみたいな、なんか獲物があそこにいて歩いてただけだから、なんかま
なるほどね。だから私は多分日頃からの動きが変なんですよ。いやいやいや、変ではないでしょうけど。いや、結構変みたいで、多分そういうのが全部出ちゃったのかもしれない。なるほどね。あ、でもやっぱさっきもお伝えしましたけど、このちゃんと計画性があって、あの瞬発的なお芝居ができるっていうのはもうセンスですね。やっぱなかなかいらっしゃらないっていうか、こう予定調和じゃないですけども、練習すればするほどなんか不自然さが出るというか、自然さじゃないっていうのを、それは見せなかったっていうのはさすがですね、素晴らしいですね。いやいやいや、でも結構自由にやらせてくださる監督だったから、まあ、結構自由にやらせてもらって出たかもしれないです、ね、いや、そんなちょっと秘話が来て聞けたという、そんなでも初めて話しました。そうですね、大丈夫、これ大丈夫ですか。まあ大丈夫じゃなかったら後でカット。大丈夫だと思います。大丈夫じゃなかったじゃあ後でカットということで、まあ貴重な話が聞けたということで、本日のスペシャルゲストは江藤彩さんでございました。ぜひですね、この後江藤さんもしかしたら YouTube をやるかもしれないかもしれないんで、もしなった時は、概要欄に私貼りますんで、なかったらずっと貼らないです。よくわかんないんだけど、よくわかってちょっと教えてもらえたら、はい、ぜひ YouTube はやりましょう。やっちゃうかもしれない、暇だから。ということで、まあ、本日のゲスト江藤彩さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。